第15旅団は、旅団司令部及び、主力部隊が、沖縄県那覇市の那覇駐屯地に駐屯する、陸上自衛隊西部方面隊直轄の旅団である。東日本大震災での災害派遣で、東北に出動する準備を行う、第15旅団自衛隊音楽祭りで演奏を、披露する、第15旅団エーサー隊沖縄地方の防衛警備、災害派遣などを任務としている。 中期防衛力整備計画に基づき2010年3月26日、第一混成団の後継として、南西諸島の地理的特性を踏まえつつ、ゲリラや特殊部隊による攻撃や NBC 攻撃、当初部に対する侵略、大規模特殊災害等の新たな脅威や様々な事態に迅速かつ実行的に対応できる体制を構築する一環として編成された離島型旅団である。 部隊賞の衣装は、新編当初第一混成団のものを踏襲していたが、2020年3月に変更された。26中規模及び31中規模において、地域配備部隊都市陸上自衛隊空白部の当初部への兵糸の部隊配置の推進が謳われている。具体的には、与那国島に沿岸監視部隊を配置するほか、先島諸島担任部隊及び石垣島にに基地、 700の800人が予定されている。なお、即応予備自衛官訓練については、第8師団、第24普通科連隊第4中隊が担当していた。クラブ活動として、エーサー隊が結成されており、自衛隊音楽祭りで演奏を披露している。第51普通科連隊、第15偵察隊、第15通信隊、第15施設中隊が新編。 第十五旅団司令部付隊の下に科学防護隊が新編。部隊章を変更。無人偵察機スキャンイーグルを運用する第十五情報隊を新編。本旅団の編成は即応近代化旅団と呼ばれる独特のものとなっている。旅団への改編にあたり第十五偵察隊を新編するなど、部隊規模は第一混成団時の約1800名から300名増員。 2100名となっている。1個普通化連隊である第51普通化連隊を基幹としている。これは第1混成軍第301、第302普通化中隊及び第3 1 0迫撃砲中隊を再編し編成された。2019年3月には離島警備部隊である宮古警備隊が新編されている。第15偵察隊は 新編部隊であり87式偵察系会社を装備している。戦車隊が変装されていない本旅団においては最も重装備の部隊となっている。第15施設中隊は第1混成軍第301施設中隊から改編であり他の旅団が大編成であるのに対し3等陸差式の中隊編成となっている。同様に第15通信隊が 混成団本部部隊通信小隊より増強、独立新編されている。第15校舎特化連隊は連隊編成であり、陸上自衛隊の士団、旅団霊下の校舎特化部隊で中距離、対空誘導弾を装備しているのは当部隊だけである。八重瀬分屯地の他4カ所の分屯地に駐屯している。地理的条件から、戦車部隊、野戦特化部隊は編成に入っておらず、また、 歴史上の背景から、旅団内に直属の不発弾処理隊を編成している。2020年時点においてもなお、沖縄県内では依然として不発弾の発見が続いており、1日で複数回の処理を行うことも珍しくない。第15ヘリコプター隊は2個飛行隊編成であり、離島が多い地形状、大型ヘリコプターの CH-47JJA も装備している。 なお、第1混成団期に変異合わしていた第416基地通信隊及び第430海警隊は、それぞれ西部方面通信軍及び西部方面海警隊令下として両団から切り離され、駐屯地管理業務は、方面直轄部隊として新たに、那覇駐屯地業務隊が設けられた。編成駐屯地詳細は、司令部陸上自衛隊の師団の司令部等の構成を参照。 ありがとうございます。